はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第25弾をお送りします。で、今回この4問ですね。で、問い2の図を右側に貼り直しているので、そっち使ってください。それをやっていくので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらって分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ。よっ。はっ。ん？このぐらいかな？入ってる。ちょっと待ってね。あ、OK ね。いきましょう。ではでは、まず問い1は、まあ、図を全部ちょっと書いてあるんですけど、2番用にね。最初は最初この長方形、あ、嘘、正方形だね。ABCD ここだけ使っていきます。で、動点ですね。動く点の問題。で、まず、ここが全部4センチです。ちょっと後でごちゃごちゃするんで、できる限り書き込まずにいきます。ちょっとこっちに書き出そうか。4センチの正方形を使っていきましょうと。で、動点、まあ、点がね、P が動いていくんですけど、この A をスタートして、B、C、D と、まあ、こういう感じでね、移動していきますよと。で、秒速1センチメートルです。毎秒ね。で、点 P が A を出発してから6秒後の線分 AP の長さを求めなさいということなので、じゃあ6秒後どこにいるのって考えたら、ここが4センチなわけだから、まず4秒ですよね。1、2、3、4秒でここに行きます。じゃあ5、6ってくるから、ちょうど中点のここですね。ここに行きますと。で、その時の AP を求めなさいっていう問題。じゃあ AP 求めたいから X にしておきましょう。で、まあこれも直角三角形だからさ、三平方の点でいけるなっていうふうに思ってください。で、あともう一個はここですね。ここは今6秒で4使ってるから残りが2だから2センチってこともわかります。じゃあこれだけ条件揃ってるのでいきましょう。斜辺の2乗イコール、4子16プラス22が4と。こうなって X2 乗イコール20。で、いつも言いますけど、2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつきます。2乗を取る代わりにプラスマイナスルート。で、ちゃんと解くと、プラスマイナスルート20。20っていうのは 4×5 なんで、2ルート5に直せます。ルート20はね。ただし、長さにマイナスはありません。このままだと、プラス、2ルート5と、マイナス2ルート5って2つの答えがある状態になってしまうので、答えに書くときは、AP は、2ルート5。これが答えになります。これ1番だね。まあ1番って書いてあるから、問1のカッコ1だったね。まあいいか。問1の次、丸2行きましょう。で、こっちが、点 P が CD 上にありますと。CD 上ね。その時、四角形 ABCP の面積が10になるように、それは点 P が何秒後、出発してから何秒後ですかって話。で、まず、P がこの CD 上にあるんで、まあこの辺適当に書きましょうか。ここにいるとします。CD 上だからね。その時、ABCP だから、ごめん。この面積。これが10なんだって。で、この形って何かっていうと台形ですよね。台形。まあ、台形ちょっと横にコテンってしてる感じなんですけど、で、台形の公式、まあ、久々なんで書きますか。中学校ね、そんなに出てこないから意外と忘れる子いるんだよね。かっこ。上底プラス、下底、括弧閉じかける、高さかける2分の1。まあもしくは割る2ね。これが公式です。で、上底下底っていうのは、まあ説明しやすいんでちょっと起こしますね。こういう平行なのが2つある状態ですけど、上底はここです。これ上底。下底がここです。高さは、ここね。これが高さ。になります。上底足す下底かける高さかける2分の1と。ってことは、今、上底、ここがわかんないんだよね。わかんないで、まぁ、X ってしときましょう。わかんないからさ。で、下底はこっちです。4ですね。4。で、高さどこかっていうと、高さここだよね。今。垂直なってるから。高さも4なわけですよ。ってことは、ここだけわかんないんだよね。じゃあ、ひとまず、式出してみようって。ことで、あと当てはめます。カッコ、上底プラス、下底かける、高さかける2分の1。
で、今これが10だよって言ってくれてるからもう式完成しますよね。で、あとこれ解いていきます。まあ、ここ約分して2ですね。で、先に両辺2で割っちゃってもいいかな。2を配るよりもね。割ってしまうと x プラス4イコール5となるので、x は1ってことがわかります。でも別にこれが答えではないです。なぜかっていうと、今答えたいのは、p がね、a を出発してから何秒後ですかが答えたいわけ。今分かったのは、この長さが1なんです。ここがね。ってことは、p がこの1の場所、こっからね、こっから1の場所に来るためには何秒必要かって考えると、こっからです。4秒、4秒、1秒なわけだから、4たす4たす1で、答えは9秒後と。これで終了となります。まあ、同点の問題も結構出てきやすいんで、まあ、ここはまだね、割と簡単というか、やりやすい問題にはなってるんですが、まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、問いにですね、ここからちょっと難易度が上がります。で、まあ、この図を使っていきましょう。今、元々の正方形あります。一辺4です。で、こっちに出てるのは正方形です。つまり、4センチ、4センチ、4センチです。全部。正方形、正方形、正三角形だ。ごめん。4センチね。全部。で、下が、まあ、これ延長してるんですけど、ここだけ4ルート3が当たられてます。で、この M は中点です、ここの。これが後で聞いてきます。この中点にしてる理由が、まあ、出題者の意図を感じるところではあるんですが、まあ、後で使いましょう。で、まずですね、三角形 BDE の面積を求めたいと。BD どこかっていうと、ちょっと曲がりましたね。この面積です。で、パッと見たときに、まあ、三角形なわけなので、底辺の高さが分かればもう答えを出すことはできます、面積。でも、どこを底辺、どこを高さでいけるかっていうとちょっと難しいんですね。パッとだと。じゃあ、三角形とか、三角形だけじゃないですけど、面積求めろって言われたときに、パッとね、なんだろ、真正面から解くことができなかったら何を考えるかっていうと、パズルか、まあ、平行移動なんです。特に三角形は平行でよく使うからね。まあ、どっちかで攻めます。一番やりやすいのはパズルです。パズル。で、今回はパズルで解けます。で、まあ、一番難しいのは補助線が必要になるんだけど、今回補助線は必要ないので。で、パズルはどう考えるかっていうと、例えば、じゃあこういう三角形の面積求めたい。でもできないから、じゃあ、こういう風な三角形に分解することで、上と下を足せば求められるじゃんっていうパズルの一個ね。求めたいものをどっかで切って分解するみたいな。もしくは、大きいものから、こことここを除けば、この面積出せるじゃんっていうのをパズルです。一個の。で、今回はそっちでいきます。ここからいらないものを除くタイプ。で、結局先に結論から言うと、ちょっと3番って書き方で、まあ、わかる、伝わるよね、きっとね。今ですね、その赤のとこ出したいんですよ。で、ちょっと黒でいきましょうか。まず、三角形、AEB、ここです。まあ、正三角形です、こいつ。こいつと、ABD、ここです。ここね。この三角形両方足します。こことここ。今足したんで、この状態。この状態が出来上がって、二つくっつけたからね。そっから、三角形 ADE。この細長いところね。この部分引いてあげればさ、赤の面積求められますよね。大きいもの。大きいものを作って、そっから細長いところ引くんです。で、これでいきます。作戦としては。なぜかっていうと、これ全部求められるから、面積。全部求められる。で、まず、じゃあ正三角形からいきましょう。ここね。これちょっと計算が必要になるんですけど、今、正三角形、いいな、伝わってる。正三角形だ。正三角形なんで、ちょっとここから垂線下ろしましょうか。まあ、技知ってる方はね、パッて出る方もいると思うんですけど、正三角形出したいときは、一辺4です。そうすると、ここ4ですよね。で、ここは4の半分なんで2になります。正三角形は垂線下ろしたときに、中が、下下ろしたところからね、中点になるんで半分になる。2、2にね。そうすると、これ絶対ね、30度、60度、90度になるんで、1対2対ルート3になるんですよ。1対2対ルート3。っていうのはなるから、だからここって2ルート3ってすぐわかるんです。もちろん三平方の定理、さっきと同じように出しても構わないんですけど、1対2対ルート3だから、こう1でしょ
ルート3、日がね、3本点の日。あの、三角定規になってるから、30度、60度、90度だから。だから、まあ、1対ルート3、ちゃんと解くんだったら、1対ルート3、イコール、1対ルート3だから、2対、高さ h にしようか、h。ってやると、なかなか外外掛け算すると、h イコール2ルート3ってなります。もしくは、まあ、と、高さの部分、ここっていうのは、今のね、やったことと同じなんですけど、正三角形の時ね、一辺の半分にルート3かけたものは絶対高さになります。一辺の半分、4の半分2でしょ？それにルート3かけたら2ルート3が高さになるので、まあ、そうやって覚えてもらっても構わないんですが、で、こうなったので、底辺4、高さ2ルート3って分かったから、底辺かける高さ。で、三角形だからね、かける2分の1。これが三角形 ABE です、まず。足す、今度こっちです。ABD、ここです。ここは、もうここが垂直になってるんで、底辺4、高さ4って分かるから、底辺かける高さ、これも三角形なんで2分の1忘れずに行きましょう。で、引くです。ADE、これ一瞬ね、一瞬分かんねえじゃんってなるかもしんないんだけど、これ底辺ここにします。ここ、4ですね、底辺。高さどこかっていうと、底辺伸ばした時の垂直なとこだから、ここなんです、高さ。あれって2じゃん。2。わかるよね。これすぐ出てくるんです、実は。だから、底辺が4、高さ2、かける2分の1、三角形だからね。で、それぞれ1個ずつ計算していくと、ここがまあ約分して4ルート3。足す、ここが8。ここが引く4ですね。となるので、4が先の方がいいかな。4プラス4ルート3。まあ、平方センチメートルと。これで終了となります。ちょ、カッコつけとこうか。こうだね。っていう感じ。で、一応次の、4番、最後の問題の解説終わった後に、一応これの別解、さっきのその平行移動のやつも実は解くことができるので、それ最後に説明します。だから答え出した後なんで、まあ、もし、そっちも聞いてみたいなって方はそこも聞いてください。ちょっと長くなっちゃうからね。最近4番いきます。で、まあこれがね、ちょっと厄介というか気づけるかどうかの勝負なんですけど、これ最後は。で、4番はちょっと線引きます。BM と DF ですね。BM、こっからそこの中点に向かって線引きましょうと。で、DF、これキッチンだな、一番な。よいしょ。ここですね。こう引いたときに、どこだ？この交点が Q ですね。Q。で、そのとき BQ 対 QM。だからここです。ここ対、ここの比を求めなさいという問題ですね。で、いつもまあ比の問題結構やってきましたけど、比って、特に最終問題の比っていうのはまあ難しくできてるわけですよ。でも基本的に図形で比を使うには、やっぱり相似とかを使うしかないんですよね。長さがそんなにいっぱい分かってるわけじゃないので、で図形いっぱいあるからさ。で、この時、じゃあここの一辺を入ってる三角形を作りたいんですけど、相似を使うためによく出てくる図形っていうのは、砂時計型、こういう、まあ平行二本のね。砂時計で使うか、このアポロの方、アポロって伝わるのかな、お菓子の。こういう、まあ、中点連結定理とかもよく使う、この形、まあ、どっちか使うわけですよ。で、今こうなった時に、例えば、ごめんね。ここを、こう引いて、なんだ、横の、こういう、なんだ、砂時計を横にした形が持ってければ、それはそれやりやすかったんですけど、そうもいかないわけ。で、じゃあどうするかって時に、これいいか。ここがね、繋がればよかったんだけど、こう持ってくるか、こう持ってくるか、なんでね。で、自分がやったのは、こっちでやりました。ここ。ここに無理やり、補助線を引いて、4番はね、補助線を引いてやっていったの。でもその前にまず、なんかどっか比がわかんないかなって考えたんですね。で、どこがわかるかっていうと、まず、ここと、ここ。ここなんかアルファベット置こうか。何にしようかな。A, B, C, D, E, F まであるから G とかにするか、ここ。G。だから BG 対 GC が一応分かります。で、これなんで分かるかっていうと、これも砂時計型なんですけど、どう書いたの？ごちゃごちゃするかな？いい書いても。ここです。この三角形とこの三角形が、ここもちろん、これ延長しただけなんで、平行になってますよね。ってことは、平行になってて、こういう風に砂時計横にした状態だから、絶対に相似なんですよ。ただ、相似が絶対わかる。しかも、わざわざここ4ルート3って与えてくれてるんですね。ここと、これ4ですね、もともと。インクが出ない。
4って分かってるから、ここ4対4ルート3なんですよ、相似比が。4対4ルート3。まあ、簡単にすると1対ルート3ね。比は割れるから、両方4で割って1対ルート3で分かります。ってことは、ここもルート3対1なんです。対応してるから。ここもだけね、ほんとは1対ルート3になってるけど、まあ、ちょっとこっちで書いておきましょう。で、こうなってる。で、ここで中点が生きてくる。中点。わざわざここ中点にしてくれたんだよね。で、なんでかっていうと、今補助線引いたじゃないですか。で、平行に引いたので、どこ使うかっていうと、ね、ちょっと黒に行こっか。ちょっとごちゃごちゃして申し訳ないけどね。ここの三角形見て。この細長いところ。ここ。ここ、今、これ平行です。平行平行。ここ、中点で引きました。M はね。ってことは、これ中点連結定理使えます。中点連結定理が使えるので、ここの比が1対ここ半分になるよね。つまり今、この四角のルート3対1のまま攻めるんだったら、ここは、比で言うと2分の1になります。中点連結定理です。いいかい？で、話を戻します。そうすると、結局求めたかったのはここの丸対丸です。もともとね、自分でこう補助線引いて砂時計を作りましたと。で、砂時計作って、今集まってきたんだよね、ここにね。こうなってて、同じ四角の比のまんま、ルート3対2分の1が分かりました。しかも対応するところが。ってことは、上の三角形と下の三角形は、ルート3対2分の1。今ここも求めたい丸、最終目標ね。ここも当然、ルート3対2分の1になってます。だから、答え。BQ 対 QC で合ってた？ B、あ、QM だわ。C って。QM は、ルート3対2分の1だと。ただし、比はね、簡単にしなきゃいけないので、分数はダメです。両辺2をかけて、分数を消しに行きます。だから、答えとしては、2ルート3対1と、なって、これで終了となります。まあ、方向性としては、砂時計は本当に便利で、便利って言い方おかしいが。でもよく出てくる。ね、使える技なので、まあ、今回補助線っていう一個ね、ちょっとめんどくさいパーツが入ってはいるんですが、こうやって砂時計を使ってうまくやってみてください。ではね、ここまでで終わりで結構です。気になる方だけこの延長線見てください。3番ですね。まあ、これがベストだよ。これで解いてもらったら構わないんですけど、さっき言った平行移動のやつ、ちょっと一個やってみましょう。でね、話を4番行ってから3番戻るからさ、あーだこだなっちゃうんだけど、まあ、この面積求めたかったわけですよ、ここ。ここね、求めたかったんだけど、その、パズルがもし使えない、まあ、思いつかなかった時、この解法が出てこなかった場合、やっぱり平行移動が使いやすい。っていうのは、どこを、まあ、あれです、底辺にするかっていう話にも変わってくるんですが、今回ね、まあ、一個紹介するのは、ここを底辺で固定します。ここ底辺です。で、固定したら、高さを平行に移動することができる。もちろん今、線がないから、自分で補助線引かなきゃいけないんだけど、ここに無理やり線を引きます。ちょっとあれかな、画面外になっちゃうかもしれないけど、まあ、線引き、線、これと平行ね。こいつとこいつを平行に引きましたと。そうすると、今ね、この延長線とぶつかるここ、ここに、こうやって、持ってきても面積を出すことができます。あ、ごめん。図間違っちゃった。こうか。こうです。線引き間違った。よいしょ。ここの延長した線とっていうか見え、あ、ギリ見えるね。ごめん。ここの延長線とこう。この、黒の三角形と赤の三角形の面積は一緒です。これは中2かな？で、習う平行な線があって、底辺の長さを固定したら、この三角形の面積も、この三角形の面積も、この三角形の面積も全部同じだから。底辺固定して同じ平行線の高さ移動してるからね。じゃあ、これで求めに行こうと。すいません。ちょっとビデオの電源切れちゃったんで、途中でちょっと繋いじゃってるんですけど、申し訳ない。じゃあ続き行きましょう。で、平行線引いて黒の方に面積を移動させました。つまり、黒の、面積求められれば、求めたかった赤の面積も出せますよって話なのね。じゃあ黒出そうとした時に、これ何が便利かっていうと、このまっすぐな線、ここがさ、
底辺になってくれれば、ここ高さなんだよね。もうごちゃごちゃしてるから見にくいけど、高さ2ルートさんで分かってるから、底辺ここあと出せばいいと。で、しかも、ここの長さ、4って分かってるから、今上にできたこの部分の長ささえ分かれば OK なんですよ。で、何が便利かっていうと、ここさ、30度なんですよね。30度。なぜかっていうと、平行線引いてるじゃん。もともと平行線。ここに、三角形考えた時に、ここ60度じゃん。正三角形だから。ってことは、ここ30度ですよね。ってことは、これ、ここも30度なわけ。平行線引いただけだから。だから、これ30度で、ここ90度で60度だから、さっきの1対2対ルート3が使えるわけですよ。ってことで、ここが4って分かってるから、1対2対ルート3って計算すると、この部分が2ルート3って分かります。ちょっと計算はしょっちゃってるけどね。ちょっと延長線なんでそこは許して。ってことで、底辺が2ルート3プラス4なんです。で、高さが、ルート3。手がわかる。ん ?1 対2対ルート3だから、ん ?1 対2対ルート3だから、違う。2ルート3じゃないよ。ごめん。3分の、4ルート3か。ごめん、こうだ。ここがね。ってなります。で、もうちょっと話もか戻すと、底辺が3分の4ルート3足す4。高さ2ルート3でわかるので、これだけ計算するか、最後。底辺、まあ、ほんとさ、延長線自分でやっといてほんとなんなんだけど、こっちでやってね。いざって時の技というか、こういう考え方もあるよっていう話だけなんで。4。これ底辺ね。で、かける高さが2ルート3。で、三角形なんで、かける2分の1と、こうします。で、この約分しておきましょう。で、ルート3配ると、これルート3配ると3とルート3だと、3と3で消えてしまうので、左側は4になります。で、4にルート3配って、こうなって、まあ一応答えは同じになると。いうふうにね。なんでこれ説明したんだかな、ちょっと今、思い始めましたけど。まあ、でもちょっとね、三角形の面積を出すときに、平行線引いて、面積の場所、高さの場所を移動させて、求めたい面積を動かすっていうのは非常に、ね、使える技なので、まあ、よかったらね、参考にしてみてください。で、途中で、ね、ちょっと電源落ちちゃって申し訳なかったんですが、ここまで惜しくは、お付き合いいただき、ありがとうございました。